こんなね、夜中の2時に、森の中で破壊活動をするリンク。桜田さんのところはどこですか？こっちの方かな。氷の斧とかその辺置いてない？桜田さんはどこ？あ、この辺？全然違うね。全く違うね。あら、桜田さんとあの上か。あっちの上の方かな。お宿はこちら。今はちょっとお宿には、あ、ごめんね。少年にぶつかったよ。ここか？ここか？桜田さんのいるところ。あら、違う。あ、なんか全くもって違うね。あれ、全くもって違うね。あれか、冒険手帳のさ、幸せを運ぶ匠とかに、多分居場所が。人んちの屋根に乗るやつ。あっこの上ってことかな。すごい、縦横無尽に、猿のように、猿のように移動しまくるけど。この上だね。あれ違う？方向的にまだ向こうの方か。あ、あっちか。あっちだな。あれだわ。え？家？家って祠のすぐ隣だったのか。違う、これ。これはあれだね。モデルハウスだね。あ、えのきださん、お久しぶり。見張り？ところで、何？あの家買うのか？買うって。なかなかの男気。それほどでも、リンクです。だがつかんといかんのよね。では。あ、家この奥か。あれだね。さあ、何かしら。あ、これは、鉄のハンマー。鉄のハンマーか。まあ、ちょっと違うけど。ホログのうちわを取り、違う違う。ホログのうちわをとりあえず。これはあれかな？どこかしらで役に立つんかな？てか、投げれなくね？これ。え、なに？ホログのうちわは投げ捨てれないの？ホログのうちわ邪魔だな。非常に邪魔だな。武器、武器。ここで、ホログのうちは、軽いものなら吹き飛ばすことができる。いや、外すじゃないんだ。外すじゃなくって、捨てる。よし。ホログのうちはを家の周辺に転がしておくのも邪魔だな。あ、鉄の反応もいっぱいあるやん。あ、そっか。家を壊そうとしよったけんってことか。え？じゃあさ、あれじゃない？斧はないのか。え？斧はないのか。なに？なんかさっきからさ、え？もしかして、赤い月？赤い月だわ、今日。うお、起きた。まただよ、なんかちょっと不穏な音楽が流れたなと思ったんだよ。あー、皆さん復活するのね。ほらほら、私が一生懸命倒した君らが復活するのね。そんな場所行ってないよ、私。この下とかなんか行けそうな感じするけど、別に特になんもないんやろうな。あっこあれか、私がコログと間違えたやつやんね。木こりの斧がないなぁ。ハンマーはあったんやけど、ハンマーとかでこういうの壊せるってことかな。はぁ、
お、火の矢発見。お、リンゴも発見した。やった。なるほどね。ごめんね、私なんか超破壊行動してるけど。超破壊行動してるけど。木こりの斧はないんだな。まあそのうち手に入るか。ハンマーで倒したりとかできる？はあ。超、コン、コンとかいう鈍い音しかせんね。もうちょっとなんか、もうちょっとぐらい、なんか衝撃あるもんなんじゃないの？畑の句は。まあ武器だけは大量に手に入ったけどね。それはいいことだ。それはいいことだ。なんで2回言ったんか知らんけど。お、あれは狐だな。はぁ、あ。へい。イェーイ。気軽に獣肉を調達。そうだね。爆弾では壊れんかったよね。壊れるやん。壊れるやん。これ壊せるんやったら全然ね。この辺はダメなんだな。はぁ、あ。へい。なるほど、この方法にしよう。こんなね。こんなね。夜中の2時に、森の中で破壊活動をするリンク。多分超うるさいと思うけど。非常にうるさいと思うけど。はい。まあちょっと、お気にせず、これでやれば全然、あの斧も武器として使えたかもしれないのに。まあでも効率はあんまりよろしくないんかな。で、このチャージするまでの時間とかがあるけん。あと4本。あと4本や。おー、やべ。あのコログのうちはなんか使いどころがあるんかな。ねえ、あるんなら使いたいんやけどね。あと二つか。なになに？敵？あら、ボコブリ。やべえ、自分が吹っ飛んだ。自分が吹っ飛んだ。あれ？ボコブリンは消えたの？なんで？恐れをなして逃げたの？それともやっつけたんかな、私。ああ、ミスった、ミスった。はい。いやー。いやー。動きが遅いなー。あ、キースとかまで来たし。キースとかまで来たし。さあ、その辺で。あ、もしかして何？みんな、寝てました？なんか次々ムクムクと起き上がってくるんだけど。絶対君ら寝てたでしょ、そこで。でもいい武器持ってんね。畑の句は。いい武器かどうかわからんけど。まああれでしょ。確実に君たち、住人から奪ったでしょ。武器ポーチがいっぱい。あら、チュチュたちまで。あのね、私はね、あ、チュチュゼリーを粉砕してしまった。で、あっちの方にさ、赤いボコブリンもいるんだけど。まあ別に、わざわざよね。わざわざ気づかせに行くことはないって思ったけど、赤いボコブリンもいるし、そういうさ、モップとかでやってくるのやめよ。それ結構ね、リーチが長いからさ、こっちにバシバシ当たってくるんよね。
あ、背後から。まさかのここでボコブリンにやられます？油断した。え、これ手に入れた木はどうなったの？あと私一個やったと思うんやけど。ここから。ここからってことは私まだあれ。多分、十何個ぐらい。あ、22か。22ってことはあと8個。さあ、頑張ろうかな。じゃあちょっとボコブリンとかおらんような場所から頑張ろうかな。この辺の木をちょっとじゃあ、いや、そんなにないな、木。ってことは、やっぱりこの下とかか。まあ、あの辺、ボコブリンいっぱいいるんだよな。まあ、ボコブリン、なんか誰か襲われよるっぽい。またあのマックストリフ姉妹かな。はあ。どう？鉄のハンマーなんかちょっと使いにくいの、やっぱり。はあ。全然破壊できてなくね？ちょっと私のことはさ、ギッタギタにするくせにさ、なんかそうやって、村の女の子とかには優しいやん、ボコブリン。気絶させるだけっていうね。あら？あなたの旅の目的はわかりませんが、ぜひ訪れてほしい場所があります。何？ラネールさんの奥深くにある知恵の泉。私が巡礼地に選んだ勇者ある泉です。おう、なるほど。何？ん？って言った今。よいしょ。早く早く。あ。これでちょっと巻きになったね。あの子ちょっと助けてあげようか。は、爆弾大丈夫かな？転がるタイプの方がいい？じゃあリモコン爆弾。よいしょ。丸型。吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。人に影響はないのか。すげえな、ボコブリンだけ見事に吹っ飛んだわ。危ないよ、お姉さん。危ないよ、お姉さん。私がね、爆弾を大量に吹き飛ばしてるからね、そっちに。何やってんの、あのボコブリン。なんか私、お姉さん狙ってるみたいになってるけど。あ、薪が消えたんじゃね、あれ。もう普通にやっつけに行った方が早いっすね。さこいよ。武器を手にするんじゃないよ。あー、あっちでもやられてる。ちょ、待ってね。はいはい。畑のフォーク壊れそう。ボコブリンの骨でいいかな、もう。あ、やっつけた、やっつけた。やっつけた、やっつけた。さあ、これでちょっと、またその辺の。はい。あ、ごめんね。助かったって言ってるところ悪いけど、私が超爆弾で吹き飛ばしまくりよるけん。ほら、きっとこの辺にあったであろう。この辺にあったであろう。薪が、なくなってんだよね。多分爆弾で吹き飛んだんだろうな。くそ、惜しいことをした。ほら、やっぱりマックストリフ探してる。いつまで探してんだよ。結構普通にマックストリフ、ね、冒険してきて見つかったけどね。そんなに一生懸命にならずとも。まあ、この辺なら、あの姉妹もおるし、そこまで危険なこともないだろう。まあ、襲われよるけどね。なんか、どんぐりとかいろいろと出てくるな。ん？今のはボコブリンの？ボコブリンの牙。これで、あと一個。おし、あと一個だ、頑張れ。頑張れ、私。
コログのお家はめっちゃ出てくるね。あれやね、コログの妖精吹き飛ばせるんやね。吹き飛ばしてやるなよって感じやけど。でもなんか吹き飛ばしそうじゃない？軽そうやん、なんか。早く帰りたい。帰らせてあげて、お姉ちゃん。さあ、これで。これで、そうよ。ワープでシュンっていけるんじゃない？これ。どこやって。ミャマガナやったっけ。幸せを運ぶ匠。ミャマガナの祠。はい。で、桜田さんは一体どこにいるの？なんかさっきさ、家の周り見よったけど、えのき田さんしかおらんかったことない。お、あのえのき田さんもちょっといらっしゃらなくなったけど。もしかしてここの家に住んどるとかじゃないよね、みんな。違うよね。モデルハウスよね、これ。で、桜田さんはあの一体どちらに？あ、そこにいるのかい、もしや。あ、いたいた。いたよ、いたいた。おはー、薪の束30個払っていただけるのかしら。払います。オッケー、じゃあいただくもんいただいちゃうわね。はい、あなたの本気見せてもらったわ。じゃあ約束通りこの古民家3000ルピーで売ってあげる。お金が用意できたらまた声かけてね。実はそれも用意できたんすよ、私。はーい、3000ルピー用意できたのかしら。用意できた。マジ？じゃあ本当に3000ルピーもらうわよ。男に二言はないわね。出します。いやん、男気感じる。こんな人に男気とか、なんか男に二言はとか言われたくないやけど。じゃあいただくもんいただいちゃいますね。ご購入ありがとうございました。あんな大金をこの枠さで出しちゃうなんて、ほんと男臭いわ。おまけで売れ残りの武器スタンド置いといたから使うといいわ。武器スタンド。さて次の仕事は、えのき台にあっから地方を開拓してもらうあれがあったか。何そのあれとは。はい、今度ね、えのき台にあっから地方を開拓してもらうことにしたの。開拓ってどういうこと？ええ、事業拡大でね。そろそろ出発してもらおうと思ってるから、あなたからもえのき台に何か言ってあげて。えのき田さん、何してるの？なんかすげえ、ちょっと桜田さんのアップが。休憩だ。ところで、あの家お前が買ったのか？買ったよ。若いのにやるじゃないか。それほどでも。さてと、俺はそろそろここを立とうと思う。ああ言ってたやつね、あっかれ地方転勤。聞いてるかもしれないが、この度桜田工務店が事業を拡大するんでな。すごいっすね、3人しかおらんのやない。ここから北のゾーラの里のさらに北、あっかれ地方だ。ゾーラの里越えるんや、あっかれ地方って。遠いですね。まあな、頑張って。お、もう行くの？さて、名残惜しいがそろそろ行くとするか。お前もよかったらあっかれ地方まで遊びに来てくれ。じゃ、達者でな。行ってらっしゃい、えのき田さん。すげえ悲しげな音楽と共に去っていく。えのき田さん旅立ったよ。羽ばたき桜田工務店。ところであなた、まだまだいけるって顔してるわね。言わなくてもわかるわ。家買っただけで中身は空っぽだものね。いいわ、そのがっついた目。ほんと私の若い頃そっくり。やだ。というわけで、私が家具でも外交でも何でも5000ルピーで、と言いたいところだけど、あなたなら100ルピーで作った、安っ。お金が用意できたらまた話しかけてよ。安いね、ありがとう。おはようっす。そうそう。お買い上げありがとうっす。マジパネっす。どこにそんなお金あるんすか？でもおかげさまで臨時ボーナスが入るっす。これで彼女のうまいもんでも食べに行くっす。おー、養ってあげてよ。そしてなんかいろいろ増えたよね。冒険手帳、幸せを運ぶ匠。桜田から家具を購入するよう勧められた。家具だけでなく外交も設計してくれるらしい。家具と外交を整え立派な家にしよう。へー、いいね。そしてなんか羽ばたき桜田工務店。桜田工務店のベテラン大工、榎田が事業拡大のため、うっかり地方に旅立った。
アッカレ地方は果ての村から遥か北にある。近くを通った時にでもエノキダを訪ねてみよう。ということらしいよ。まあじゃあとりあえず、家も変えたことだし。あ、ってことはもう家で休め。ベッドがないのかな？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。